ほっこい。どうも皆さん、こんにちは。エスパーと申します。本日は愛知県田原市にある蔵王山について紹介していきたいと思います。蔵王山の山頂には展望台があり、渥美半島の景色を一望できます。展望台からは360度田原市の景色や海を見渡せます。標高はそこまで高くありませんが、すごく綺麗なので、ぜひ来てみてください。夜には展望台がライトアップするだけでなく、工場の夜景などロマンチックな景色が楽しめるため、デートスポットとしてもおすすめです。山頂には駐車場も完備されています。夜は展望台までの道路が非常に暗いため、注意して運転をしてください。この展望台では、体験スペースや撮影スポットも充実していて、景色以外でも楽しめること、間違いなしです。最後に、カフェスペースの紹介です。田原市の特産品の甘夏を使用したシャーベットや、ご当地牛乳を使用したソフトクリームをいただけます。エスパーも早速いただきます。むしゃむしゃ、ペロペロ、綺麗な景色を見ながら、ご当地のデザートをいただけるのは最高ですね。もし少しでも興味が湧いたら、ドライブの寄り道にいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。